ヘルメット戦闘用ヘルメット戦闘用ヘルメットを着用したマレーシア、警察特殊部隊戦闘用ヘルメットは軍人などが戦闘時に頭部を防護するための防護具である。戦闘用ヘルメットは戦闘時に受傷すると致命傷となりやすい頭部を外部から加えられる衝撃などから保護するために使用されるヘルメットであり、多くの場合、戦闘服やボディアーマー、 戦闘靴などとともに戦闘員が体に装着して用いる装具の一つである。現代の戦闘用ヘルメットは剣や槍、弓ではなく銃弾や榴弾の爆発による破片などを防ぐために使用される。防護能力は剣銃弾や榴弾の破片の阻止が中心であり、貫通力の大きい小銃弾の阻止は困難である。現代では世界中の軍隊や警察で使用されている。 ヘルメットをかぶった強硬機兵戦闘用のヘルメットは、紀元前24世紀には、エジプト人によって、すでに使用されていたことが知られており、銃器の発達で存在価値がなくなる17世紀まで、様々な国家や民族で兵士の標準的な装備として使用された。この時代のヘルメットの材料は、初期のものは、比較や真鍮、青銅器時代と、 鉄器時代にはそれぞれ制銅と鉄が使用され、950年代以降は鋼鉄が主に使用されるようになった。このようなヘルメットは、剣や槍、弓、低速のマスケット銃などに対しては有効であったが、1670年代以降、銃器類の性能向上によって防護能力が不足してくると捨れ始め、18世紀以降に、 ライフル銃が登場すると防弾を目的としたものは、不評の標準装備から外されるようになった。18世紀の騎兵は、鋼鉄製のキュイラスと呼ばれる鎧とともに、帽子の下にシークレッツと呼ばれる金属製プロテクターを着用していた。19世紀になると、強行騎兵や竜騎兵が飾り付けたヘルメットを再び使用するようになった。 ブロディヘルメットを着用した米陸軍兵。この形式においては、厨房と外房は一体型である。第一次世界大戦時に、ドイツ軍は、革製のピッケルハウベと呼ばれるヘルメットを兵士に支給していたが、頭部のスパイクが非常に目立っていた。これは、特に残酷戦において、榴弾や手榴弾の破片等の飛散物を阻止することができなかったため、後継として、 シュタールヘルムと呼ばれる鋼鉄製ヘルメットを採用した。同様に第一次世界大戦を機に多くの国では銃器の発達で伝統的な飾りに近い存在になっフランス軍でもマルクツバーが付いたアドリアンヘルメットが採用された。日本軍では1920年代に欧米のものを参考に桜ヘルメットなど様々な試作品を経て、 満州事変前後の1931年に90、式鉄兜を厨房となる戦闘棒と共に採用した。厨房とヘルメット本体を独立させることで、製暴系工品から省略できる効果のほか、後の M1 ヘルメットを例にとると、外棒を洗面器、バケツ、椅子、果ては、調理鍋代わりに使用する等の用途の多様化という利点も生まれた。 戦闘棒の上に九十式鉄棒を着用する日本陸軍兵第一次から第二次の世界大戦の戦艦機に戦闘用ヘルメットはその材質面において一つの変化が生じた第二次世界大戦以前の戦闘用ヘルメットはニッケルクロム鋼などの強度の高い鋼を焼き入れして高度を増した素材を採用しており日本の九十式鉄棒も欧米に習って 素材の強度で衝突する、飛散物を破砕して弾き返す目的でこのような、焼き入れ工を用いていた。焼き入れ工の戦闘用ヘルメットは、材質が高価な反面、重傷や鉛筆といった鈍器による打撃などの衝撃に、際しても変形しづらく、防体を薄く、軽量に製作しても手榴弾や、砲弾の破片程度であれば十分な防御力を発揮できるため、過半生や、 生産時の鉄材節約の面でも優位性。反面、このような素材は、棒体の強度限界を超えた衝撃が加わると、ほとんど変形を起こすことなく貫徹されてしまうという欠点も存在した。元より小銃弾の直撃を想定していなかった90式鉄棒の場合、7.7mm 級の小銃弾の直撃には 1000m からでも貫徹されてしまうため、 日中戦争勃発後の1939年には、防体の厚さを倍に増して、小銃弾の直撃への高弾性を高めた98式鉄棒を採用することとなったが、重量も90式の倍近いものとなったため、配備は十分な補給下で、陣地攻撃を基とする前線部隊に限られ、多くの日本兵は終戦まで90式を用い続けた。M1 ヘルメット着用時に、 榴弾編の直撃を受けた、米沿岸警備隊員。防隊は引き裂かれるように陥没したが、彼は、かすり傷程度で済んだ。第二次世界大戦時には、アメリカ軍において、M1 ヘルメットが開発された。1940年に採用された M1 ヘルメットは、それまでの戦闘用ヘルメットとは、素材や防御の概念が異なり、素材には、 焼き入れ口ではなくブルドーザーのバケットなどに一般的に用いられる高慢眼光が採用された。高慢眼光はニッケルクロム口に比較して入手性に富安かな反面高度は低いため衝撃に対して比較的変形しやすく防体も大きく重くなりやすい。しかし焼き入れ口と異なり人性が高いために強い衝撃を受けた際にも大きな変形を起こすのみで装着者の頭部に 致死的な損傷をもたらす貫徹を起こす可能性は低い。M1 ヘルメットはこうした素材の長所を活かして比較的大きな棒体の内側にプラスチック製のライナーをこむる二重構造とすることで膨体が変形することで小銃弾の直撃などの強い衝撃を受け止める設計思想となっている。ライナーをこむる前提とすることにより大きな膨体であっても 頭部への装着性が増し、頭部と膨大の間の隙間が確保されることで大きな変形を起こした際の安全性も増し、結果として対衝撃性も増加することとなった。日本の自衛隊でもライナーと合わせて66式鉄棒として国産されることとなったが、64式 7.62mm 小銃の開発者の一人である、 伊藤新基地によると、66式鉄棒の防大は、試験弾丸が命中した際に先行してはいけないが、1から1、2インチ以下の凹みで弾丸を受け止めればよい。ライナーにおいては、着弾による亀裂は生じてよいが、衝撃で破片が飛散してはならないことが、性能要求に課されたという。高速で飛散する破片は、樹脂といえども頭部に、大きな損傷を与えうるためである。 オプスコア社のファストヘルメットを被った米海兵隊特殊部隊の隊員現代型のヘルメットの主流は、比較や金属ではなくケブラーやアラミドのような繊維をプラスチックで固めた繊維強化プラスチックである。ケブラーを用いたヘルメットは1970年代から登場し、従来の金属製ヘルメットよりも軽量化かつ防弾、防爆性能が向上している。 破片の貫通阻止に加え、破片命中箇所の素材が破壊されることにより、衝撃を吸収する。形状に関しては、かつて、ドイツ軍が第一次世界大戦と第二次世界大戦で使用していたスタールヘルムとよく似たフリッツタイプを採用する国が多く、アメリカ軍のパスグッドヘルメットをはじめ、日本の自衛隊や海上保安庁、警察もこのタイプの88式鉄棒を、 採用している。このタイプのヘルメットであっても貫通力の大きい小銃弾の阻止は困難である。LWH ヘルメット着用時に狙撃兵の狙撃を受けた米海兵隊員。防体正面から狙撃銃の直撃を受けるというケブラ製ヘルメットにとっては極めて厳しい受傷状況であったにもかかわらず、奇跡的に彼は軽傷で済んだ。材料や 外装以外の改良として、暗視装置や、ライトヘルメットカメラなどのアタッチメントを取り付ける、マウントや、短い間火差し、ゴーグルのバンドが外れないように固定するストラップ、ヘルメットの安定性を高めたアゴ紐、長時間つけても疲れにくい内装のクッション化などが行われている。また、無線機のヘッドセット仕様を考慮し、耳の部分に余裕を持たせたヘルメットも出てきている。このか、 米軍は、第2位マやスペクトラと同種の超高分子量ポリエチレンを用いたエッジを研究しており、実用化されれば、従来のヘルメットより軽量でありながら、小銃弾の阻止が可能になるとされる。防弾能力のないヘルメットをかぶったネイビーシールズの隊員、パラシュート効果を行う空挺部隊では、効果のサイバラコードが引っかかって、 不解散事故を起こすことを防ぐため終焉のつばのないものを使う場合がある。高高度高過低高度解散を行う際には、航空機乗員用とよく似たフルフェイスヘルメットと酸素マスクを着用する例も見られる。重量が重い防護、防弾ヘルメットは敏少な動きを制限したり、屋内などでの近接戦闘では邪魔になったり、するため特殊部隊では使わないことがある。 特に狭い場所に素早く出入りする必要のある CQB では頭をぶつけないことが重要である。そのような場合では防弾能力のない ABS 樹脂製などの軽量なヘルメットが使用される場合がある。水上での移動が多い部隊では泳ぐ際に重さは命取りであり、不祥事には歴史の危険もあるため軽量ヘルメットやブーニーハットを使う。現在ではオプスコア車などが 軍用の対衝撃ヘルメットを販売している。また、サイクリングやスケート用ヘルメットなどのスポーツ用品を流用する場合も多い。2000年代以前には、空母のデッキクルー用のヘルメットや、プロテック社製のスケートヘルメットが多く使用されていた。戦闘機パイロット用、ヘルメット軍用機乗員もヘルメットを着装する。こちらは、野戦用と違い、 基本的には操縦室など機内で頭部を周囲にぶつけた時に保護する目的である。第二次大戦時までは革製の頭巾が主流だったが、戦後は FRP などプラスチック製のヘルメットを着用するようになった。また、多くは強い日光や紫外線から目を保護するための濃色シールドが内蔵されているほか、無線電話用の指示アーム付きマイクや酸素マスクが つけられる作りになっている。特に戦闘機のパイロット用は、加速度により増大するヘルメットの重量が首に、負担をかけるので軽量化が図られる一方で、パイロットの視界に直接情報を投影する、ヘッドマウントディスプレイを装備したものも登場している。戦車や走行車乗員も、車内での頭部保護用として、ヘルメットを着装する。 通信や車音に使用するヘッドセットとの併用を考慮した設計である場合が多く、アメリカ軍の CVC ヘルメットは耳の部分の装甲をカットすることでヘッドセットと併用できるようになっている。ロシアやロシアの技術供有を受けた国々の軍隊、ドイツ連邦軍、自衛隊などのように防弾能力のない対象撃用のヘルメットを使用する国も多い。 戦場で戦死した兵士を現地で埋葬する際に作られる墓標のこと。南北戦争の頃から行われるようになったとされている。銃剣付きの小銃を地面に差しそこに戦闘用ヘルメットをかぶせたもので、遺体の構想が不可能な際や現地で葬儀を行う際の簡易的な墓である。バトルクロスやソルジャーズクロスとも呼ばれる。エッジの試作品脚中注釈90式は、 1> 約 1kg、98式は単体で 1.9kg、増加装甲である、前鉄装着時は 2.8kg に達した。これに対して、M1 ヘルメットはライナー付きで約2.85ポンドである。ハット後の64式 7.62mm 小銃と66式鉄棒の組み合わせにおいては、大きな膨大の日さしで、 加藤式の消門が倒れやすいといった不具合も生じた。ありがとうございます。